なんかね、不便なことがあるとしても、そこに書いてある無理給はねえだろ。無理給はねえだろ。あの、ここの、あの、表示、UI か。表示がわかんないっていう人はさ、それはしょうがないよ。無理給と関係ねえじゃん。発電機の台数がわかりませんとかさ。で、モレル追ってるやつがこっち来てんだよ。マジでムカつくよ。マジでムカつくよ。なんでモレル追ってねえんだよ。ちょっとムカつくわ。第一村人になったら即終わった方がいい。鉄則としてはもう即終わって次のゲーム。パッチングは早いし、こんなゲームで切りまぐれば。どうせこうなるからもう次のゲーム。どうせ無理給するわ。うるせえな、もう無理給すんじゃねえよ、まず。こいつよ、もう。こいつのとこに行くわ、もう。こいつのとこに行ってやるわ、もう。最低救助やってんじゃねえよ、マーズよ。最低プレイヤーがよ。最低だろ、今のよ。キラーはどこにいたんだよ。フックからつって何秒だよ。怒るに決まってんだろ。フックからつって何秒だよ。俺、心音しないんだよ。5秒以内とか10秒以内ってなんだよ、10秒以内って。10秒以内ってなんだよ。助けたくもねえや、こんなのよ。やめろ、ほんと。こんなの助ける義理がないから、誰が助けるんだよ。なんだよこのスミスってよ。俺終わろうとしたのにお前助けたよな。マジで人間性の問題ありだじゃねえかよ。自分が助けてなかったら最後までやれよ。私は最後までどんな場面でもやります。だから人は救います。なんだよ、自分が不都合だったらすぐもがいてやめます。早かったでしょ、出血量は。あのスミス、自分が有利だったらゲームします。自分が不利だったらゲームやめます。なんだよそれ。
面白くないゲームをやめようと思ってるゲームだから。よいしょ。フミンスがやられるのを待つまで、俺は頑張るよ。それが生きがいだからな。もちーん。悪質プレイヤーが成敗。どういう救助してんだよ。まあ、一回、まあ、一回よ。明らかにおかしな救助しやがって、まあ、一回、まあ、一回よ。もがいた人間まで救わなきゃいけないって言わんばかり。自分がもがいてやめやがってよ。変逆だと思うわ。せめて自分が最後までもがかないで誇り高くやってくれねえが。俺に文句言われねえレベルにしてくんねえが、せめて。父さんに文句言われるレベルってやばいでしょ。私をやってもらっても今、外れんの今。壊しに。やられても、ダメも感じない。こんなゲームで勝とうが負けようが。ポンって言われても。ヒロちゃんで止まらずスーパーズナンバーワンプレイヤー勝ったのは俺。誰が見ても 99% フライトの勝ちかと思っていたけど、舐めぽしたやつが悪い。最後まで舐めなかったのは俺。たった一人だけ。勝利を願っていたのは俺。だから俺がいればチームは勝つ。勝って当たり前。それがヒロちゃん。うん。勝ったのが強い。
俺が言えないなら間違ってる。俺はまあ 1% のラッキー勝ちですよ。あったのはでもヒロちゃん、真実の勝利。それを認められない奴がまあ恥ずかしいプレイヤーとして。僕ですか、このプレイヤー見たら、うん、勝ったの、うん、俺ですよ、セーブルウォードの人、うん、そう言います。はいはい、運勝ちですけどセーブルウォードの勝ちです。勝った者が強い、それだけです。うんね、勝った者が強いんです。オリンピック選手もそういうじゃない、勝った者が強いんだと。自分が負けてもいいじゃないですか。